フランス人ってさ、カタツムリ食べる？答えは、はい。だから、もともとなんでカタツムリ食べるか、どんな風に食べるか、どこで食べられる？フランスで。それを全部教えたいと思います。そして最後に、今の時期にみんなまだ食べるのかを教えたいと思いますので、ぜひぜひみんな最後まで見てください。それでは、早速始めましょう。カリブ海から来たフランス人のジョアンです。ヨーロッパの中でローマ帝国があった時にみんなカタツムリを食べる瞬間を始めましたが、カトリック教会のせいでこれを食べないようにさせました。これは不純だって。だからなんでフランスでその瞬間が続きましたか。実際は1814年にアントネ・カレームっていうシェフが大事な人を自分のお店に誘いました。誘った人はなんで大事、なんで有名な人だったのかと思ったら、その中でナポレオンの部下一人がいました。で、他の人はツァール・アレクサンドっていうロシアの皇帝がいました。だから本当に大事な人でしたね。で、その二人はアントネ・カレームのお店を来た時に少し遅れてしまいまして、アントネ・カレームはもう何も料理することはないらしいです。だから自分の庭にカタツムリある、それを料理しようらしいです。だからカタツムリを自分の庭から捕まって、そして料理して、ガーリックとかペルシルとかバターも追加して、カタツムリの味をバレないように頑張ったらしいです。で、その大事、その有名な人が食べたら、何これみたいな感じらしいです。すごく美味しくて、これはすごいって言って、その時からそのカタツムリの料理方が有名になった。だからレゼスカーゴドブーゴイね、ブーゴイのカタツムリが名刺として有名になったらしいです。料理方なんですけれども、まあ言った通りに、ブーゴンの料理方がありますね。リゼスカーゴドブーゴンがありますね。カソレでもみんな食べますね。あとはパイでもみんな食べます。フランスに行ったらどこで食べれると思ったら、まあやっぱりブーゴンに行ったら食べれるし、もしかしてパリスは大きな街ですから、もしかして伝説な料理をしているお店の中で、そういう食べ物を食べれる。多分10人の中で1人だけとか2人だけカタツムリを食べます。でも一般的にフランスに行ったら、フランス人に聞いたら、カタツムリ食べるか？絶対、食べないと答えられます。で、みんな食べる笑うとかみんな怒ります。だから気をつけましょうね。これは昔の習慣です。これは伝説な飯ですね。だから今の時期でみんなあんまり食べないんです。で、僕は何回もパリスに行ってそういう店は一回も見たことはないです。カタツムリも食べたことはないです。クリスマスの時とかカレームっていう時期に食べる習慣です。だからみんな今後もしフランス人が大嫌いな、納豆食べたくない、美味しくないって言ったら、そのフランス人に、でもみんなカタツムリ食べるでしょ言ってみてください。はい、それではありがとう。